況によって自分のプレーも変えることもできるし、うん、でチームのためにって戦える選手だなっていうのは、本当に改めて思いました。今シーズンとか2021シーズンが終わって、まあでも天皇杯でね、うん、取る、まあ、アジアに行くっていうのは、まず第一の目標であったから、まあ、リーグ戦優勝はやっぱり難しいじゃない、そうですね、あの川崎フロンターレさんっていう鬼のような強さの鬼に負けてますからね、まあ、そこに勝つには当然、まだまだなんだと思うけど、まあ、準決勝でフロンターレの大分に負けましたから、あれちょっと本当、油断がなくてよかったなというか、誰の叩けやすいかなと思ったけど、振り返ってみればフロンターレじゃなくてよかったなっていう、かもしれないし、まあ、多くの人は結構そう思ってるかもしれないですね、まあ、結果としてね、そうですね、いやでもね、あの国立競技場、まだ行ったことないでしょ。行ったことないですよ。夢なんですよね、そのやっぱり、まあ、元旦ではないですけど、うん、やっぱ国立競技場で元旦に天皇杯の決勝で、まあ、僕2007年の1月ですね、立たせてもらってるので、やっぱいつかね、立てるようになりたいなっていうのをね、なんかすごく思っておりましたけど、そう、国立、新しい国立のピッチ立ちたいってこと。そうですね、立ちたいですね、やっぱ、うん、何で立つんだって話ですけどね。そうだね、あの決勝戦の時に、試合前にあのテレビ埼玉のディレクターは、はい、とりあえずトラックを半分走ってたんですよ。いいなぁ。バカで何してるんですか。気持ちよかったですとか言ってたけど、いや絶対でも気持ちいいですよね。まあ確かに俺も記者席で、はい、もう上の方なんだけど、はい、いやまあ大きいよね、やっぱりその7万以上のスタジアムだし、で俺日産スタジアムの方が大きく感じたんだよな。あ、本当ですか。あでもまあすり鉢状だから、はい、やっぱり国立の方がグワッてなってるんだけど、ここ急なんですか。うん、2回3回でも来てたと思う。でも2年前3年ぐらい前でしょ、できたのがっていうスタジアムじゃないな。ヨーロッパのああいうサッカースタジアムとかさ、まあすぐ木造木を使ったりとかっていうね、はい、それが売りだけどさ、はい、あれだけど、いやこれそんなにって感じなんですか。うん、なんかずいぶん昔にできた大きいスタジアムだな、なら、まあまあ、納得なんだけど、まあ、2020年のために作ったメインスタジアムにしてはちょっと寂しいなっていう、あ、そうなんですね、未来的な感じとかも、未来感はないんですね。中身は分かんないよ、選手たちのロッカールーム、そうですね、中は。で、まあ、僕、実際、まあ、そこに立つことは、すごくやっぱ子供の頃からやっぱ夢として思っていて、まあ、小さい頃、はい、いつ初めて行った、国立競技場。小学校のトヨタカップで国立競技場を見に行ったか、それか小学校の日産対読売クラブっていうのを一度行ったのが、もう小学校の低学年ぐらいですかね。親父に連れてもらったっていうのがありました。俺はもうトヨタカップ、トヨタカップの印象はすごくありますね。トヨタカップはもう中学校ぐらいになるとさ、まあ、自分たちで行けるじゃん、でチケットだけこうトヨタから回ってくるんだよね。うちの車はトヨタだったからさ、はい、それこそトヨタの自動車販売店からチケットが回ってくんだよ。あ、そうなんですね。今日はもう誰でももらえるわけよ。そうして、で、見に行って、でも中学校の時だとさ、ちょうど試験前なんだよね、12月とかだから。でもまあ行こうよって言ってさ、トヨタカップ。で、そこだとまあ国立競技場はもう高校サッカーの、そうですね、準決勝、決勝見に行くっていうのは、その方がお客入ってんだから。トヨタカップよりも下手すれば。そうでしたっけ、うん、そうか、選手権もそうですよね。だ僕はもうその選手権には属してないクラブチームなので、だからそこに立つっていうのはやっぱりこう、そうだ、高校入って高円宮杯で決勝は国立だったんですね、うん、で準決勝は西側なんですよ、うん、でそれまで僕らは北海道行ったり地方に行くんですけど、でそこから西側にまず帰るっていうのがまず高級ね。で、その1個前で毎回負けてたんであるんですけど、だからやっぱりあそこに立つってことはすごく特別な思いがあって、まあ俺もその高校サッカーの時に準々決勝で負けちゃったから国立1個手前に行くんだけど、三菱って国立競技場がホームグラウンドだったのよ。国立競技場と西ヶ丘と江戸川陸上競技場だったの、だからまあ三菱に入ればいつかやれるかなっていうのもあったから、でもじゃあ実際入ってすぐ出れたわけでもないし、国立で初めてピッチだったのは J リーグ始まった時で、だから国立結構レッズもやってたから、はい、まあ、ホームゲームでもそうだし、それに5万入ったからね、国立で。多分まあ我々世代は当然今国立やったことないのもあるけど、はい、やっぱりあの国立競技場は
一番のスタジアムだね。そうですね。やっぱ、なんかして勝ちたいよね、ピッチね。そうですね。一回勝ってみたいです。だもう俺ら何回も言うけど、OB 会を作ろう。OB で何かしようって時に、駒場でサッカーしたいから。で、お客さんが何人かいる中で、お客さんの前でサッカーしたいっていう、うん、思いがあった不満だけど、今はもう人の前でサッカー見せられない。やりましょう、それは。またね、はい。いろいろね、やりたいけどね。まあ、来シーズン。ワールドカップだね。そうですよね、うん。開幕もちょっと早くなるかもしれないって言われてて、はい、11月がワールドカップだから、はい、その前に終わらせるぐらいのことを言ってたから、お結構最初に詰め込む感じなんですかね。スケジュール的には分からないし、あと ACL ACL もあるから、ね、でも ACL もどうするか分からない。また集中開催去年みたいになるかもしれないし、それスケジュールはまだそこら辺も、まあ、もし、まあ、集中開催だったらある程度大丈夫かもしれないですけど、シーズンの間に入ってくるとなると補強とかも、そうだよね。まただって結構いなくなるよ、ね、現時点でもね、何人かオープンしたのが名前が挙がってるから、うん、まあ、その分当然人が必要なわけじゃん、まず人が。そうですね、もう絶対的に人数が必要ですからね。あの天皇杯の決勝のメンバーは ACL を知らないメンバーのほとんどだし、うん、どういう補強が、まあ、もしかしたらされてるかもしれないけど、うん、まあ、そうですね、うん、まあ、そこはちょっと期待したいけどね。そうですね、うわ、こいつ来たと、ね、江坂が来たのもちょっとびっくりだけどね。そうですね、うん、でも江坂やっぱいいね。いや、いいっすよ、あれはね。ちょっと抜けてますよね。まあ、本当にこういろんなものを考えて頭使ってサッカーをできる人だから、うん、状況によって自分のプレーも変えることもできるし、うん、でこうチームのためにって戦える選手だなっていうのは本当にまた改めて思いましたけど、なんで監督とはぶつかっちゃったんだろう。まあ結構あの側強いタイプですそうは言ってもだからまあいろんなものを、まあもちろんいろいろこう我慢はしていたんだろうけど、うん、まあちょっとやっぱここは我慢できないみたいなところはあったのかもしれないですね。まあそれは多分はっきりものは言うタイプだと思う。お互い譲れない部分があったからね、うん、まあそこはもう監督選手なんてもう絶対そうだね。だから、まあある意味それがそうなったことによってレッツもそれによって、うん、彼を獲得することができたわけだし、だ、ね、レッツとしても彼もまた活躍したっていうことを考えればまあ良かったかなと。そうだね、来シーズン、2022シーズンは10番とかつけんじゃない。だから33番のままいかないでしょ。そうですね。他に10番ってつけそうな選手っています。まあ、そういうことでまた外国人の、ね、選手をとかっていうところがあれば、ね、でもかなりそのフロントと監督っていうのは密に連絡も取り合ってどうしたらいい、こういう選手がいいって話はしてるみたいだから、うん、だからやっぱり途中から入った選手がスムーズにこうサッカーできるんですね。フィットしてる感じがすごいありますよね。すごいなーって。まあ国内でも多分 ACL に出れるチームっていうところに多分位置付けされたと思うので、やっぱレッツっていうチームが、うん、なのでやっぱそこでやりたいっていう選手が多く出てくるでしょうから、うん、本当にこの補強というのは楽しみですよね。ねえ、とはじゃあもう3年計画の3年目ですから、はい、もう最後結果ですからね。そう、ここまで来たら、まあ、今回天皇杯取ったのはちょっと言い訳にはできるけどね2年目取ったからね、うん、でもあと ACL で予選突破するっていうところがね、一、うん、つ最大目標と、うん、プラス、まあ、この来年の ACL を取るための順位3位以内プラス、まあ、優勝するっていうところになってくると思うからね。補強だね。まあ、正直やっぱり補強という部分ではもう絶対にしっかりしていかないと、先に終わっちゃうチームの方がさ、すぐ発表するじゃん、いろいろね、はい、誰々取るとかさ、いろいろそういうの見ちゃうとなんか遅れ取っちゃってるんじゃないかなと思うけど、今のフロントはやってますよ、さあ、西野さんは、これが流れる頃には騒がれてるかもしれないですね。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。